今日は故障するなという話をしたいと思います。大谷翔平選手見てもやはり故障して見れないっていうのは本当に寂しいし、まあ、プレイヤーとしても故障、怪我とか故障でプレーできないっていうのはもう本当に辛いことでもあるので、まあ、僕自身もやっぱり故障、そういうのに苦しんでプレーできないっていうのは本当にきつかったので、まあ、プレーできないっていうのを防いでほしいなと。でやっぱりこういうことって初めてこう故障してプレーできない、そういう時に初めて辛さに気づくので、なかなか故障してない時にそういうことっていうのはこう気づきづらいとは思うんですけど、本当に故障でプレーできないっていうのはきつい、辛いことなので、それを防ぐっていうのは非常に大事だと思うので、故障しないというのをもう一度やはり意識してやってほしいなと思います。でその方法としてはこの荻野チャンネルでいろいろとヒントになるようなことを発信しているつもりではあるので、これを見返すことによって怪我とか故障、こういうところを防げると思うので、ぜひそういう怪我とか故障をしないで全力でプレーをするということをしてほしいなと思います。以上になります。